はい、皆さんこんにちは。大家族坊斎介三男の右京です。久しぶり。千鳥は今9月ということでね、もう夏入ったんじゃない。もうね、30度も超えてとてもいい季節になってきました。その9月なんだけど、実は伊吹と青葉の誕生日ということで合同誕生日会を今日は開催しております。何歳になったんだよね。22ちゃん。24。そうですけどね、若造2人が誕生日ということで今日は誕生日会やるんですけど、皆さん誕生日メッセージくれたら嬉しいです。お願いします。 DM 待ってます。誕生日おめでとう。ありがとう。じゃあ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 ということで、今回は急遽大家族坊斎介個人的気になるニュースやっていこうと思います。ではスタート。うわはい、ではまず末っ子のウル、あれお前俺より背高いやないか。いつの間にか坊斎介で一番背が高いです。何センチですか。178です。178でしょ。ちょっとどことってマイクある人しか喋っちゃいけんけん。はい、うわびっくりした。おい、なん瀬戸ゼロ、瀬戸ゼロ、こっそり出演なし。坊斎介末っ子ウルちゃんの今年の気になるニュースなんかある。7月をもちまして自立しました。おーおー、大学の寮で一人で住んでます。あ、マジか。ついにね、坊斎介の末っ子巣だったということで、はい、悲しいのやら嬉しいやらどうですか、その一人暮らしは。まあ順調に一人暮らしできてると思いますけどね。ほんま、はい、なんか困ったことない。困ったことない。料理の問題ですね。毎回5ドルかかります。じゃあ何、1週間に1回とかしかやってない。そんな感じですね。でも1週間に1回ちょっと洗濯物たまるんで、この間やったら15ドルかかりました。切ったねー。15ドル分あ、3回回した。じゃあ、いつやったらいい。変わんない。来年の抱負、とりあえず筋肉をでかくする。ウリュウちゃんはね、あのフォーサイスケ筋肉クラブの一員なのね。一員なんですね、うん。最近やっとベンチプレス100キロ上げることができまして。はいはいはい、これからそれは青葉に重いんじゃない。余裕で重いですね。俺は60キロだぞ。100キロ全然大丈夫だよ。はい、では次、六男、青葉くんです。俺やで。今年の個人的気になるニュース、はいはいはい、ある1ヶ月に職を失い、詐欺に遭い、新しいバイトの初日に車がパンクし行けなかった。あと、膝ちょっと怪我して、うん、同じ月に4個嫌なことが4、5個ぐらいあって、うん、それなんか薬病が見ついたんじゃない。そういうことですね。もう誰か追い払ってください。そのちなみにその薬病神はもうどっか行った。薬病神は、あ、薬病神そんな神やん。まだまだ俺みたい。薬下の下まで行ったんだ、底辺まで行ったんだ。もう落ちるとこまで落ちたけどね、あとはもう上がるしかないんだね。そういうこと。今から上がる、うん、じゃあそんな青葉くん、来年の抱負は。サッカーもっと頑張ってセミプロ、あ、プロを目指すことです。お、頑張ってください。はい、では続いて五男伊吹くんにちょっと直撃インタビューをしてみたいと思います。いいよ。お久しぶりです。はい、伊吹くん、今年の個人的ニュースは。個人的ニュース結構いろいろあって、タトゥー入れました。ビビーン。ただの落書きじゃねえのか。マジで、ただの落書きじゃねえ。消えんのこれ。消えないっすね。消えん。ここと同じでちょっともう消えることはないタトゥーを入れちゃいました。ゆるきの個人的ニュースに最適なある人をちょっとカメラ越しのお願いしてもらって。はい、ゲスト登場です。お願いします。マミー、マミー、ハロー。あれよね、確かマミーはどう思いますか、ゆるきくんのタトゥーについて。驚きました。びっくりしたんじゃない。だって今日、今日久々に会ってね。いつ入れたの。2ヶ月前に入れまして。もう今日何年反対しなかった。いや、俺も知らんかった。え、あ、知っとった。俺も知っとったけど、入れ終わった後に知った。急にいぶきが写真送ってきて、ふっくん見て、ついに入れたんじゃみたいな感じで写真を LINE で送ってきて。これな、なんこの、この、これなんかシンボル、タトゥーって検索したら、いろいろ出てきて、ライフって意味らしいよ。ほんまかね。で、ライフ、で、これ書いてあるのが、Perseverance で、忍耐力。で、ライフ、人生には忍耐力が必要だよっていう人からメッセージが込められてるんじゃないかと。それはでも、あれなん、自分に対してのメッセージ。そうですね。見えんじゃん、自分じゃ。見えないでない、うん、感じるんだよ。かっこいい。自分の体にあるんだから。マミーどう思いますか。じゃあ自分の子供がタトゥーができたら見て。ちょっとショックが大きいですね。これからじゃあもっと入れるんですか。もっと入れます。次はどこにやるんですか。次はマミーの顔を胸にでも入れとくかな。ハローキティのタトゥーだったら大丈夫。ダメよ。そういうのじゃない。全然いけない。マミー、バルタン星人は。バルタン星人のだったらいいか。いただきました。はい、OK でーす。もっと聞かないんかい。来年の抱負とかやりたいこと聞かないんかい。
じゃあ来年の抱負は格闘技始めちゃおうかなってっていうのも僕結構筋トレめっちゃしてるんだけどよく言われるのがその筋肉かっこいいだけで役に立たねえぜベイベーって言われるんでなのであのムエタイとか MMA とか、はい、ムエタイちょっとやりたいなって興味持っててだから来年からでも自分の体が、うん、若いうちにやろうかなっていうのがやりたいことの一つで、あとまあ僕今年のね自分的に自分的個人的後ろ見たら泣いとるめくそめくそだっためくそとるマミ可愛いやん今日も服手作り手作りよ、まあ、朝クルリンクルリンしてどうですかこれ手作りですこれ着物リメイクで手作りじゃないこれ見える見えるうわここがすごい馬車みたいなやつそれ今年何かありましたかタウンズビルっていうところの小学校の教員になりました。はい、そうだね。前の動画でも、ね、言った通りマミはねタウンズビルで日本語教師をしとるんよね、はい、ちなみに何年生の4年生です。4年生のどうですか夢が叶って。いやでも思ってたのと違うわけ大変なこともあるよね。大変なことばっかり。何が一番大変、何が一番大変かというと、うん、クラスで英語は全く使えません。日本語を教えるのではなく日本語で算数と理科と社会と保健を教えてます。でもちろんその生徒は何人？オーストラリア人。日本人おらんのよね。確か日本人いません。それってやっぱすごいコミュニケーション大変なんじゃない？それは大変大変ね。じゃあ一番のやりがいは？全く英語を使わずに教科をそのクラスで教えることができた時がすごいすごいなって思うし、で子供たちも日本語で返してきてそれが普通になって、もう当たり前になってきたんだよ。そう当たり前になってきて当たり前当たり前ってやってたのよ、うん、そしたら他のクラスの先生が入ってきて何言ってるか全然わからないけど生徒が全部動いてるからすごいねって言われて、うん、それでそういえば全然英語使わずにやってたできてるんだよ。じゃあこの5ヶ月すごい大変だったけど成果は出てきた、成果が出てきたんじゃないかな。目に見えてきた、慣れてしまって自分自身にはわからないけど、うん、はい、ありがとうございます。はい、では個人的ニュース続けて、長女のいろりさんに来ていただいております。今年何かあった、変わったこと？特にね、そんな大きいなんか人生の出来事っていう、いや、あるだろあ、赤ちゃん生まれましたね。ついに赤ちゃん生まれましたね。あきらくんのほーらーゆーい、かわいい。こっちがカメラよ。かわいいですよ。今年の一番のニュースはやっぱりあきらをね、妊娠出産。アキラが生まれてからのエピソードありますか？目がね、うん、青いの。あ、ほんまよね、目が青いね。私もジョーも目青くないの。まあ、どうなるかなと思っとったんや、うん、そのだってアキラはさ、おじいちゃんが2人とも青めのオーストラリア人で、うんうん、おばあちゃんが日本人なわけじゃん。で、私たちどっちもハーフで青い目ではないわけよ。確かにね。でも、覚醒遺伝でおじいちゃんかな、ね、でも変わる可能性はある。アリマも実は交際付けの中で青目で生まれたんや、うん、らしい。生後6ヶ月でグリーンヘイゼルみたいな色になったらしいけど、まあ、もしかしたらアキラもどうですか最初の2ヶ月の子育て、ジョーさん。まあ手のかからない方だけど、それでも大変って大変けど、それ大変やね。まあ大変じゃない、赤ちゃんとおらんと。いや、ほんと、8人子供おったらいつ寝とったって感じ。ねえ、マミね。そうよ。来年の抱負なんかありますか？来年が私は仕事復帰をするので、ちょっとその子育てとキャリアの両立、バランスを取りたいっていうのをちょっと目標。今は産休中なので、ね、まあちょっとボランティアで仕事しながら、家で明けの面倒見て。ジョー君は仕事と子育て、家事、両立と、あとさらにちょっと運動はね。高校生ですけど、筋トレクラブに今、ジョーはちょっと 入れてないので、そうですね。週4がちょっとミニマムなので、ちょっと追いついて、追いつけるようにしよう。ちょっとね、多分、高校生でもし、筋トレクラブで、多分、お父さんになったら結構大変だなと思って、ちょっとアイデンティティ失われる。特に息吹。はい、それではね、大家族フォーサイス系、個人的気になるニュース、家族みんなにね、インタビューしてきたんだけど、みんな今年いろいろあったみたいで、楽しいインタビューができました。みんなの個人的ニュースもコメント欄でシェアしてくれたら嬉しいです。それではまた、次の動画で、チャオ！